はい、皆さんこんにちは、本日ご紹介するのはこちら、牛村ですか、牛村社の、グリーンのレスポールです、これは、2020年の、モデルですね、スラッシュさんのここかな、ここだ、ここにスラッシュさんのマークが入ってます。これをですね友人であるジェイクサイダー氏から引かせていただけることになりました。ありがとうございます。音はですね、こんな感じです。フロントは何だっけ、グレコのグレコスクリーミーってやつかな。スクリーミー、今リアですよね。今リア、リアは57クラシック。こっちがギブソン。こっちがギブソンの57クラシック。57クラシック。さっきのやつか。92年ぐらいのやつ。バキッとしてますね、音ね。ボディが硬い。新鮮な感じっていうかね。若い。でもサスティンも伸びますね。村竹ちゃんがうまいんだよ。ありがとうございます。フロントは結構フロントはこれなんともまだちょっともやっとした感じですけど、それはグレコのスクリーン、どうせ取り替えちゃうだろうと思って、一番変なのをつけてきた。どうせ付け替えちゃうでしょ。付け替えちゃうかな。でもいいですね、リアな音。おそらく PAF を再現した的な感じだけど、これよくわかんないです。僕には合わなかった。気持ちいいですね、弾いててね、12フレット付近がすごくね、長いパンとも、この辺の、苦手なんですけど、すごく引っかかりがないのと、この辺もなんとも引っかかりがなくていいですね。ネックもなんともちょい順ぞるくらいですか、ね、それぐらいでいいんじゃないですか。いいですね、これね。あとは持ち込んで、また黒沢さんに持ち込んで見てもらえればいいんじゃないですか、ありがとうございます。これ大事に弾かせていただきます。生前片見分けです。腰をやったんですもん。そんな重いもんは持てません。これ何キロぐらいあるんですよ。4点、そんなに重い、4.2 とか3とかじゃないかな。重い。ああ、そっか。腰に優しくないです。フレットがいいよね。そこだけはちゃんと。いやね、それはほとんど何もやってないよ。本当に、ちょっとこすってやっただけ。あ、そう。これもしかして弦エリクサー？そう。そうなんだ、これなんか。弾きづらい。正直、慣れるのはやっぱ硬い。ああ、それね、ちょっとね、多少きついの。だから、裏から回してるの。あ、本当だ。なるほど。これ、テールピースの方がね、裏側から回ってるんですよ。見えるかな。ぐるっとこう回してからテールピースの。だからちょっとこう角度がね、浅くなるんですよね。ブリッジ上げるのちょっとあんまかっこ悪いっていうか。確かに。これエリクサーの感じだね。あ、もうそれすごい。半年ぐらい借りっぱなしでそれ。え、そうなの？すごくね。
すごいね、お財布に優しいだけちゃんと10入れといたエクサーがやっぱり持ちますよっていうんで、うん、でも10でエクサーだとちょっと硬すぎちゃうから、まあ、後でそれは試してみるよ、うん、多分それが多分仕込み角とか違うんだと思う。あー、そこそこ、うん、なるほどね。それよくわかんねえけど、うん、僕にはちょっと向かなかった、うん、使うことが、ビア使うことがなくて、大体ミックス、うん、ハーフトーンって言うんだっけ、ミックスにしちゃうか、あとフロントでこの辺でギュッとぐちゃぐちゃが、位置が見えないか、この辺でやっちゃうことが多いんですけど、これ結構後ろで、ね、嫌な感じはしないっすね。気持ち変わるよ、フレットのこのデコボコ感が全然ないんですよね。だってまだ新しいもん。いや、新しいとか古いとかっていう問題なのかな。スリスリしてあげる。何で？ヤスリで。ペーパーみたいな。ちょびっとね。ちょびっと。デコボコ。暇だから。そうするとこうなるんだ。みんなやってんじゃねえの？僕もやりますけど、ペーパーで。ここまではできないな。コンパウンドかけてる。コンパウンドかけてる。コンパウンドかけようよ。はい。ちゃんと全部マスキングしてさ。でも最近ね、マスキングするようになりました。前しなさすぎ。しなさすぎ。これしなさすぎ。塗料どこまで飛ぶんだ。マスキングはしてね。はい。でこうやってシャ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 って。シャシャシャ、ね。で2万番ぐらいまでで仕上げて。うん、でコンパウンド3種類ぐらいで指つけてシュッ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 って。あ、指でやるんだ。指でやる。へえ。僕はね、最近手抜きですけど。いや、これと2020年製ですね。2020年製の、ギブソンの、レスポールスラッシュモデル。スラッシュさんモデルですね。アナコンダバースト。アナコンダバーストっていうらしいけど、よかった。アナコンダ、この辺がアナコンダなのかな。これご紹介した。いやいや、これちょっと俺似合うんじゃない？いやいや、これ似合うんじゃない？いやいや、いいじゃんいいじゃんこれ。いやいや、ありがとうございました。もうたけちゃんニコニコです。それではまた。忘れまたいやいやいや。